瀬村は島根半島から80km、日本海に浮かぶ隠岐群島島後の北東部にある。美しい海と豊かな森林に恵まれた人口500人余りの小さな村です。村は飯尾、宇月、布施の3つの集落からなり、主な産業は林業、漁業、観光です。中でも林業は18世紀の初頭、享保年間、村の現状と将来を憂いた4名の青年が始めた杉の植林が契機となり、その関連産業として海運業が大発展し、布施は近在でも有数の豊かな村となりました。布施についての文書で一番古いものは、関門7年に松江藩隠岐郡代斎藤勘助豊信によって書かれた陰州四鳥合記だと言われています。布施は虎、鵜は海にして、浜に向かいて人家あり、良材多くこれより居出すとあり、さらに山より流れる小川を十兆ばかり登るところ、獣医百広の大惨事あり、これを三人と合して祭りをいたすと、山祭りの昔の形を思わせる記述があります。山仕事は大きな恵みをもたらしましたが、危険も多い仕事です。この山の恵みに感謝し、山での仕事の安全を願って山祭りが行われるようになったのでしょう。どこまで行きちょっかい？美穂先生の後ろまで行きちょっかい？ここ、前手前。まあ、昔は登る方でしたね。高さはですね、高いところは分かりますけどね、ずっと空上がらんと、そのつるが巻きついておりますけどね、木に。高いところ上がるものは飲まれんですけどね、自分責任があるんですけどね。もうこれまあ二重に行きますわね、生きてもそこは分かれて上がりますわね、その中谷とか南谷ね、そのつるを目にね。だからそういう方には誰と誰がまあ気に上がるから、これについて言うからね、そういうの飲まれんですわ。他のものは飲みますけどね。よーぞ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 よ。大丈夫ですか？ひろくん大丈夫？ひろくん！あたー！頭打ったか今。帯締めのために切るカズラは猿なしのつるです。全部で120キロ、200メートル以上必要です。火を炒めるのでよそでは見つけ次第切りますが、布施では山祭りのため大切に残されます。後ろよ、あっこの上長いんじゃないか。あいつでしょ、その右。はい、はい、はい。おびたちの儀のもう一つの主役は大榊です。おびたち人は大榊を暴れさせ、地霊を鎮め、祭り宿に山の神様を迎えるための寄り城として、祭り宿の庭に大榊を建てます。はい、着きました。中谷へ渡る川には水がなくても必ず橋を架けます。
橋を渡ることが再生につながるという山伏修験道の信仰が生きているのです。自分の手で暴れる、こいつが、こいつが1回しかないけど、こいつ下から持ち上げられる。最初弾いたいだただだったってちゅうことは聞いたことがあって、どげなことしてくじ吹いたんか言うて、どれもまだその時には子供じゃしね、話だけでどげなことして吹いたのか。もう昔の人はもうわしらがもう一番ここで年をつけね、まあ帳面にどげなことして吹いたかちゅうことも書いてはなきらんのならんですけどね。山祭りが詳しく文書に記録されたのは文政8年。この大山祭礼記録前には、山祭りの由来、行事の次第、役の割り当て、祭りの道具、お供え、料理の献立など細々と記述されています。この山祭りと一緒ぐらいに出勤しますからね。その時に山木餅を大体出勤と出勤言いますがね、その日が3日とか言いますけどね、ここはその山祭りに休みますからね、その日にチェックするよってね、みんな餅つきますがね、山木の餅をね。神さんが他の者が言ってもそれは聞かへんけど、神主がもう大体、まあ、その不幸がないようなとことかね、家もやんべえ宿なら大きなとこでないと、それでああこれはもう当たったいうことでね。あれはしかし私の時には、九時吹く時には参謀に駒をこう高川に積んで、そしてこんなお札みたいなものを3本立ててね、それから吹く歌うかでしょう。いや、それは俺は見たことないけんね。最後の役員会を今から開きたいと思いますので、よろしくお願いします。今は山祭りの一月前に区長座の役員会でその年の役を決めますが、昭和8年までは伏施地区を上下に分け、客番と賄い番を毎年交代して、祭り宿の主人である当人と大の差を持つ神主役の御平持ち、そして五穀馬場と呼ばれる料理方の老婦人をくじで決めていました。現在は御平持ちは区長、賄いは小組長の奥さんたちの役目になっています。
いや、僕はその国務長もやっちゃった関係で、統領いうものを一回でやったことないよな。まあ、なけなんやな多いもんで、今回頼むということを前で大体の了解は取り付けておりますので、一回まあ松崎さんのとこ行って承諾を受けて帰ってもらえる。こんばんは。お疲れ様。市長から話し合いのところ長田今役員会で、はい、この度の大山神社の、はい、お祭りに対して、はい、帯立ちと帯締めの統領を、はい、役員の方で決まりましたもんですけど、はい、お受けしてもらえるんだろうかということで、はい、2人で誰かがやらなきゃいけない。いいですわ、そら。それは分かりました。はい、じゃあこれはあの本のあのこの方からも指定のあのいやいやいや、そこでことしてもらってよく困っちゃう。統領の最初の仕事は祭りの1週間ほど前に榊とかずらの下見から始まり、山祭りのすべてを仕切ります。統領補佐音頭取りのもとに帯立ち、帯締め人が神の使い神人として振る舞い、神官も含め役に当たった人は裏方に徹します。昭和の初めまで当人、御平持ち、御国ババアの三役は毎日塩ごりを取り、家族とは食事を別に取る別産を守りました。空宮さんは空に近いところ、伏せの新山に鎮座されていた伏山明神の別社で、この祠の跡はその妖拝所であると言われています。どうか怪我のないように盛大にやっていただきたい。どうもありがとうございます。はい、分かります。何があるの？それで酒飲むことやったの？なんだ？なんだ？あ、ポップが。木を切り出し船で駆け巡った男たちが、港から持ち帰った節回し、ちょっとわい雑でユーモラスな歌詞には男たちの足跡を示す地名がたくさん読み込まれています。神楽歌、木遣り、どちらも陽気な歌声が伏せの里に春を呼びます。
定まった時刻になり、神官五兵衛滝役の区長を先頭に役員たちは第一の祭り場である南谷に向け出発しますが、帯締め人はわざと遅れて騒ぎながら15分くらい過ぎてから祭り宿を出発します。ここでいいですか。帰った時にはね、この家ね、土足のまま上がられたんですね。記録ありますか？あのこれ書いてあるんですか？あのなんか土足がもう普通だということで、ね、土足のままね、ドーンと上がられたんです。そして今度はその布団の方行ってはね、鍋のその灰をこう、あの裏についておりますわね。それをこうなして皮にこう塗ったりしてね、悪そうしようとです。それが祭りですけどね。ちょっと、よしよし。はい。はいはいはい、救命。窓下ろして、窓下ろして。確かに、窓下ろして、窓下ろして。おめでとうぞ。はい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 。
いはい、どうぞ、ちょっとだけ、ちょっとだけ。ちょっと下ろして、下ろして。よし。マシケド見ますけ。あの晩に朝さ、祭りの朝、獅子がまわへだったかい。ああ、獅子がまわへだ。なあ、あの、前ぞ、出くげしてこしらえて、あえて、あの、前腕付きなんかがね。前腕。ああ、前夜腕をね、はいはいはい、中半、朝半、はいはい、中半の、はいはいはい。それを支度する若い者が、六、はい、七人おりました。はい、私らもいっぺんやりました。これがここの縛り方だけな、覚えとけよ。帯をしっかり締めて継ぎ足しながら、ご神木の周りを七回り半巻きつけます。ごみかけは山の塩をかけ清めるからとも言われますが、何より子どもたちが自然に祭りの楽しさを知り、
この山祭りを伝えていく力になるのでしょう。帯締めの間に黒文字の枝で悟空を縛る箸を削ります。二寸の大の差が奉納され、榊と花と呼ばれる式みを一本ずつ交互に飾ります。明治初年、廃仏毀釈の頃から始まったそうです。同時に子どもたちの成長と健康を願って親たちが奉納したのぼりも飾られます。
南谷、中谷の大山さんにはそれぞれ木の本さんと呼ぶ先払いのような場所があります。そこには三尺二寸の中平を奉納します。同じようにカズラを七回り半巻き御幣をあげます。帯締め人は後陣舎の方へ向かいますが、この頃には酔いと疲れでまとまって着くということはありません。戦後になって後陣さんでも同じようにかずらを巻くようになりました。後陣様の帯締めが終わると帯締め人の関わる神事は終わり、春日神社の境内にある水神さんと呼ばれる下山神社に最後の御幣をあげて山祭りの神事はすべて終わります。これから毎月初牛の日には南谷、中谷の大山さんに榊をあげ、お正月には締め縄を張り、それを下ろし、春を迎える山祭りまで伏せ村には静かな時が流れます。